デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日はビシッブシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いしま す。さあね、だいぶ13本目ということでね、進んでまいりましたね。やっぱ寒くなってきましたね。上はこうね、下はギンギンなんですけど、いやー縛れますね。ね、寒いね。まあまあまあ、もう次の撮影ちょっとあったのかな。いや、まだか。じゃあ、なんかむされてますね、デブさん。いぶされて、目が痛い。いぶされてないです。いや、むされてんじゃないですか。若干いぶされ気味ですけど。痛いですね。緑ちゃんのあれで。皆さんのね、差し入れで、温かくやらせていただいておりますけれども、このコーナー本来皆様のお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今返答期間が1ヶ月から2ヶ月ぐらいとね、年末年始でたくさんのお悩みご質問を寄せていただいてるんで、ちょっとね長くなっておりますが、まだまだ大募集中でございます。この機会にぜひ、皆様のお悩みご質問投げかけていただけたらなと思っております。さて、今回は YouTube 動画電動ガンのハイトルクモーターは折れやすい、ロネックス A4 モーターは何向き、デメ裏に聞きたいコーナーへのコメントでございます。ごきげんわんこさんからのコメントありがとうございます。デメさん、浦さん、こんばんは。とりあえず質問させてもらいます。先々月より先々月過去8月前に送って15日に受け取り、その時にパドックさんから電話をいただき、住所通り送ればいいですかと連絡していただいた時、愛する嫁ちゃんにバレるから勤め先へ送ってくださいと伝えたら、そうなんですねと心よく承諾いただきました。めっちゃ嬉しかったですが、こういうことって結構あるんですか？結婚して35年経ったらマウント取られるどころじゃなく毎日切腹覚悟です。でもデメさんや浦さんのことは墓場まで持っていきますからご安心ください。はいはいはい。結構ありますよ実は。ご一緒にやられてるご夫婦もあれば、はい、本当に旦那さんが買ったことを、ちょっとバレると、まずいんですっていう方もいらっしゃいますし、はい、そうすると局止めとか、別の場所に送ってくださいみたいなのは本当によくある話なので、ワンコさんのだからってわけじゃなくて本当にこうあるんですよ、はい、じゃあ、プライベートの話で、自分や浦さんがあるかっていう話なんですけど、まあなんかもう動画見てもらうと分かるように、性格上もううるせえって言いそうな2人じゃないですか。そんなのおめえ何が悪いんだバカ野郎って言っちゃいそうな感じじゃないですか。私なんかはもろそういうタイプで、結婚したての時にオークリーの値段を嘘ついたことはありますけど、逆に結婚が長くなってきて子供も大きくなって嫁さんも働くようになったら値段聞かないですね、向こうも。もうあんたの金で買ってんだったら好きにしなみたいな感じで、最近買った大きなものっていうと、俺大きなもの買ってないもんな、ずっと。いや、もう性格上あれなんですよ、ちまちましたもの好きなんですよ、あの安くても、はい、それをなんかいじっくり倒すのが好きで、ハイブランドのものを買って満足っていうタイプよりも使えないものを買ってダメじゃんっていうのが多い人なんですよね、うん、だから、このみどりちゃんとかに好感度が上がるのはそういう感じなんですよ、もろ。普通の人だったらなんだこれ使えねえじゃんってなるかもしれないけど、みどりちゃんわからない方はこのみどりちゃんっていうのはこのストーブ、ストーブなんですけどね、灯油ストーブのことを、緑色してるからみどりちゃんって言ってるだけですからね。でこれなんかはね、すごい刺さったんですよね、やっぱり。ああ、ガジェットとしても面白いなと思って。ああ、普通だったらアルパカ買った方が絶対にいいですもん。
そこ考えたらアルパカなんだけど、あえてこうあの緑ちゃんみたいなストーブを買ったりするから、安物買いの銭失いが得意なんですね、得意なんですね、得意なんですよ、うん、気づいてますよ。ハイブランドのもの買ったら何も悩まなくていいんですけど、だからアップルウォッチを買えばアップルのやつで問題ないんですけど、それあえてアップルウォッチを買わないみたいな。 iPhone じゃないですしたって。そうなんですよ。だからアップル製品ほぼないです。あの逆に苦手なんですよね、アップルとかって出来すぎくんで。だそうなんだよね、なんかねひねくれてんだよねそういうところは。でもバイクとかは超王道なんだよね。はい、ホンダがいいっていう。だから車やバイク買うときも勝手に買ってくるタイプなんですよ。相談したことないかも今。まあ、いろんなご家庭がありますからね。奥様が財布の紐を握ってるところと旦那さんと、いや別々なんですっていうところと、まあ別にお互いに好きなようにっていう、パターンといろいろあると思うんですよね。まあ、だどれがいいかという話ではないと思うんですけど。ありましたよ私高いの。ええ何ですか。お風呂の修理。ああうわしましたよ最近ってこと。最近最近ドアがどうのこうの。ドアはまだです、ドア10万です。お風呂の修理、水洗のあのブワーッと音鳴るやつは直しましたけど、あれもやっぱ4万とかしたな。一切出さないですよそういうので嫁は。まあいやみんなで使うでしょみたいな感じで。まあいや、だからそこでねお互いに、だからこう家のことは自分が出してんだから他はもう好きに使わせろよっていう話ができるとこと、いやそれとこれとは別ですって言われればわかんないですけどね。もう本当にね車の維持だって私がやってるし、いやそうね言わせないね、絶対言わせない、はい、いやいいと思うんですけどね。絶対言わせない、それは皆さん家庭それぞれ。ありますね、ご機嫌ワンゴさん家では毎日切腹覚悟なんだということで、なんか私たちのことは墓場まで持ってっていただけるということなんですけど、そこまでして隠さなくてもとまあ僕らがねいるってことは、あんたとこんなとこで買ってんのって なっちゃうっていうね、音なんでしょうけどねバレたら逆にもう何なのこの二人はって、奥さんを取り込む、うん、まあそのスタイルの方がね一緒にやっていただいたら、2倍も分かりますか、ね、まあ、2倍かどうか分かんないですけど豊かにね一緒に楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。まあ私はやる気ないですけどね、絶対に一緒の趣味は逆にね、絶対喧嘩になる。なんだその構え方は、なんであそこで突っ込んだ、意味わかんないから今こう言ったらこうだろ、こうなんでちゃんとカバーしないんだよとか始まっちゃうから絶対。これ結構いいなと思うんだよね。俺はダメですね、もう今のこの年齢になったら一緒の趣味でも全然、まあまあサバゲーは無理、他のことでもまあ基本的にダメだな多分。だからなんだろうな、私はね、まあ、でも一般的には一緒の趣味あった方がいいと思いますよ。一緒に遊、まあ、散歩するとかさ、スキー行くとか、まあね、2人で行けた方が楽しいんじゃねえかなと思うけど、何かしらはあった方がいいと思いますけどね、サバゲーじゃなくてもいいんだけど、まあ、食べ歩きだってねいい趣味ですしね、でもまあね、まあ、今回のご質問はあれですけれども、よくねありますよね。あります、うん、ここに送ってほしいですとか全然、まあ、受け取れない、普段ね自宅にあんまりいる時間が遅くなって帰ってくるのは遅くなって受け取れないから会社に送ってくださいとかもありますし、まあいろんな事情がね皆さんそれぞれあって、もちろんその送ってくれっていうところにお店としては送りますけど、まあ、海外とかねその発送できないところはねお断りしなくちゃいけない時もありますけど、あとはちょうどね今この時期だと災害とか雪でね、交通が麻痺してるとかっていうので遅延しちゃってますとかいう場合もあったり、まあ、遅延だったらいいんですけどね届けられませんとか、陸路分断されてます、船出てません飛行機飛びませんとかだといつ届くかわからないとかね
ありますから、そういう時はお断りする可能性ありますけど、基本的にはね、普通にあのここに送ってほしいって言われればあの送らせていただきますんで、はい、まあ遠慮なく言っていただければね、まあ、理由まで言っていただいた場合は、ああそうなんですねって多分言うと思うんですけど、あでも俺あれがあったな、旦那さんが注文していただいて、で送ったら受け取り拒否、で戻ってきちゃってるから、あ戻る前に大和さんからちょっと連絡があったのかな、でもう一回確認したんです、あの受け取り拒否されたそうなんですけど、どうご注文されてどうで何かありましたかって言ったら、うちの奥方が奥方はい奥方に許可を取らないと、いや注文前に、それは家庭の事情だしで注文前に取ってればいいんじゃないかなと思って、注文した後に許可を取らなくちゃいけないからみたいな、おどんな奥方じゃ、お前出てこいやまあ商売してる人からね、頼んだら普通に届けていいもんだと思っちゃいますからね、送料だから受け取らなかったらこっち負担になっちゃいますから、もう なんじゃそうだとで受け取ってくれないんだったらもう次回以降はご注文できませんよって言うしかないですね、まあそうだね、まあ結局受け取ってくれなかったのかなその時は、奥方ねと思いながらね、もうさそれは注文したらさ大人なんだから、まあね、いろんな事情があるのはね分かるんですけどね、まあ、そういう場合じゃなくてちゃんと受け取りたいからこっちに送ってくださいということなんでね、まあ、また言っていただければ、はい、そのように対応させていただきますんでね、よろしいですかね、よろしいですということで参考にしていただければと思います。またご注文お待ちしております。ありがとうございます。デメウラに聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。デメウラが動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄か、ホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。